ちは、203です。今回の企画は、ターマック SL7 と、SL6 の、比較をメインに、ホイールは、ラピーデ CLX と CLX50 の比較、合わせて4回走って、どういう違いが出るかっていうのを試していきたいと思います。もともと僕が持ってた疑問として、ターマック SL7 が発表された時に、スペシャライズの発表だと SL7 は SL6 よりも40キロ走った時に45秒速く走れるっていう風な発表でした。で、その時の条件っていうのがホイールとか全く同じっていうわけではなくって、ターマック SL6 はおそらく、出た当時のホイール CLX50 で、で SL7 の方は、新しく出たラピーデ CLX、 このホイールを履いて比較していると思います。でハンドルも、SL7 の方はエアロハンドルのエアロフライ2を使ってます。 SL6 の時は SL6 に、エアロハンドルは標準で装備されてなかったんで、いわゆる丸ハンドルですね、丸ハンを使ってたと思うんですね。でその比較になってるんで、全く同じ条件にした時にどうなるのかなって思ったんですよね。 SL7 の方がハンドルが、エアロハンドルのエアロフライ2なんですよね。でそのエアロフライ2の製品ページの方を見ると、今までの通常の丸ハンと比べて40キロ走った時に25秒速く走れるって書いてあるんですよね。だから45秒のうち25秒は、ハンドルの差なんですよね。で残り20秒もホイールが違うってなると、ホイールで結構違うんじゃないかなと思ったんですよね。でまあぶっちゃけると、ラピーデ CLX が速いんじゃないのかなって、ホイールが速いんじゃないのかなっていう僕の中の結論だったんですよね。実際今回 SL7 を買ってみて、で、まあ、一時的なんですけども SL6 を、手に入れることができたんで、それで同じホイール同じハンドルで比べた時に実際フレームの差ってどんだけあるのかなっていうのが、今回の企画になります。でそれぞれの重量なんですけども、 SL7 が、ラピーデ CLX を履いた状態で 6.84kg、 SL6 も同じくラピーデ CLX を履いた時に 6.89kg と 50g ぐらいしか差がありません。あ、これペダル付きの状態ですね。同じ日に同じコースを同じ時間帯に走ってます。まあ、4回走って、まあ、1回往復8キロなんで32キロ走ってるんで、まあ、時間は1時間以上はちょっとかかっちゃってるんで、まあ、そこの時間差はあるんですけども、まあ、風の条件とか、まあ、気候条件はほぼ一緒だと思ってください。もちろん SL6 も SL7 も同じチェーンリング、クランク調も同じハンドルで同じシート項、ハンドル項ってことで、ほぼほぼ全部の項目においてコンポもディラ S DI2 をメインにしてて、ほぼほぼ同じ装備になってます。4回走ってます。順番としては SL6 のラピーデ CLX が1番目、で2番目に SL7 のラピーデ CLX、3番目は SL7 の、CLX50 で、4番目最後が SL6 の CLX50 で走ってます。で走り方としてはもうほぼ同じ踏み具合で走ってるんで、 SL7 の方がちょっとパワーが多めに出てるんですけども、これはあのパワーメーターの、まあ、メーカーが違うのもありますし、 SL6 はパイオニアの両足計測になってて左右両方測ってるんですけど、 SL7 の方は 4i で左足だけの計測になってます。で僕左足の方がパワーが出るんで、ちょっと SL7 4i の方が高めの数値が出てるってのもあります。あとメーカー的になんか 4i の方がちょっと高く出るような傾向にあるような気もします。なんでパワーメーターの数値は、まあ、あくまでも参考としてください。本当同じように踏んでます。で乗って結果なんですけども、結構面白い結果になりました。当初の予定だとラピーデ CLX 同士 CLX50 同士でタイムの差がこう塊が分かれるかと思ったんですけども、実際は SL7 の、フレーム SL6 のフレーム同士で、
固まるタイム差になりました。これが非常に面白かったというか予想を裏切られた結果になりました。僕の中ではそのホイールの差がフレームの差より出るかと思ったんですけども、ホイールの差よりもフレームの差の方が大きく出ました。以前にスペシャライズドのクリスユーって方がインタビューに答えた時に、ロードバイクでスピードに一番差の出るパーツは何ですかって言った時に、フレームが一番差が出ます、で次にホイールが出ますっていうのを見て、嘘だホイールが一番変わるだろうと思ったけど、今回タイム測ってみて、あ、やっぱりフレームの方が差が出るんだってちょっと納得しました。僕の今までの常識の中ではホイールが一番大きいと思ったんですけども、今回の結果ではホイールよりもフレームの差の方が大きく出るんだなっていうのが、まあ、僕の今回の、このテストというかこのコースとの組み合わせではそういう結果が出ました。まあ、もしかしたらいろんなコースを走ったりとかすればまた違ったりするんだとは思うんですけども、まあ僕の中ではある程度納得する結果が出たかなと思ってます。ちなみに SL6 の方なんですけど、今回初めてディスク版乗ったんですけども、すごい感触良かったですね。タイム測るまでは本当にこう全然速いなと思って、なんですかね、こうファーストバイクにしてもいいなっていうぐらいに、乗った印象は良かったですね。まあ実際そのタイム測らずに乗り比べした時も全然その差がないっていうか、 SL6 速いじゃんと思ったんですけども、こうやって同じコースを同じように踏んだ時にはSL7 の方が体感でもちょっと速いなっていうのを感じました。タイム測らずにこう普通にこう乗り比べ、特にコース関係なしに乗り比べた時はちょっと体感で差は感じなかったですね。全く同じコースを同じように踏んで走った時には SL7 の方がなんかパワーが出るなっていうか、その踏みやすいな、踏んだ時にスピードが出るなっていうような感じはしました。いかがだったでしょうか。これからもいろんな比較をしていきたいと思います。楽しみにしていてください。それではまた。